こんにちは、粟田洋介です。忙しいけどやっと絵を描く時間を作って、絵を描いてるんだけど他のことをやる時間も欲しいなって時がありませんか？私もまあ楽しいこともつまらないことも含めて結構忙しい時は絵を描く時間を確保するのも大変な時があります。やることが多すぎる時はもちろんなんですが、いくら時間があっても人生は短すぎる、そう思った時があります。今日はそんなお話をしていこうと思います。20年ほど前の話なんですが、私は描きたい絵をたくさんたくさん描いていました。多分人生で一番多くの時間を絵を描くことに費やした時だったんじゃないかと思います。毎日絵を描いて、たまに立体作品も作って、それで月に1回木を切って、電動のコギリとかなかったんで手で丸1日かけて切って、次の日こういう風に組み立てて、大きいのとか小さいのとか20個前後作って、でキャンバスを貼ります。で翌日はそのキャンバスにジェッソを塗るんですが、まあ、大きいキャンバスも結構何枚もあるんで、そこにジェッソを3コートぐらい塗っていったので、その作業も丸1日かけて、まあ3日かけて20何枚かのキャンバスを1ヶ月に1回作って、それでそれを1ヶ月かけて描いて、まあアート作り以外のこともやってはいましたが、そんな生活を1年半ぐらいしていました。今思うとすごいスローライフですごいいい時だったんですが、とにかくそれだけ絵を描いても自分のアートを追求して絵を描いていくっていうのはすごく時間がかかることで、時間っていくらあっても足りないなと思ったんです。で、私は絵を描くだけの人になりたくない、立体とかも作りたいし、そんな風に思ったんですけど、とにかく人生が短すぎる、なので絵を描くか立体を作るかどちらか選ばなきゃないとしたら、私は絵を描く方を選ぶなと思いました。私は立体よりも平面の方が得意だし、そっちの方がどちらかというと好きだったからです。何かに打ち込んでいる人は人生が短いっていうことに気づくんだっていうことを最近何かで聞いたんですが、その時の私はまさにそんな感じでした。さっきキャンバスを貼る話をしていたからじゃないんですが、ちょうど貼りキャンバスがなくなってしまって、この木の枠があったのでキャンバスを貼りました。ちょっとここに何か書いていこうと思います。で、さっきの話に戻るんですが、立体を作ることよりも絵を描くことを選ぶって言ったんですが、その頃は立体も少し作っていました。でも 95% ぐらいが平面の絵を描くことで、ほんのちょっと立体も作ってたって感じですね。でも多分本質的に私は平面を描く人間なので、今はそんなに立体を作りたいって思わなくなりました。でもモヤモヤしてる時は作った方がいいんだと思います。そしてモヤモヤしているままずっとやらないでいると、もしかすると一生モヤモヤしたまんまなのかもしれません。でも私はそのうち立体も作りたいなって思うようになるかもしれないし、今やりたいって思ってることを一生懸命やればいいんじゃないかと思っています。でも絵を描くことについては不思議ともういいやってならないで、今も絵は描きたいってずっと思ってるんですよね。でも11年前に一度絵を描くことがめんどくさくなっちゃったことがあります。でもなんかは表現したいんですよね。なのでその時コラージュを作りました。私はコラージュっていうのは苦手意識があって、一度も満足したものを作ることができなかったんですが、ちょっと手法を変えてコラージュを作りました。描くのがめんどくさいので、なんか切り抜いて貼っていくんですね。そうするとなんか描かないで済むんで、ペタペタ貼っていきます。で、アクリル絵の具で大雑把に色を塗って仕上げていくんですけど、色を塗ってから切り抜いた写真を貼って、でまた色も塗ったのかな。そしてその時コラージュを作るのがすごく楽しかったです。でも何枚か作ってるうちに、今度はそのコラージュの素材になる写真とかそういうのを探したりとか、そういうのがめんどくさくなってきちゃって、そんなもん探すんなら描いちゃった方が早いやと思って、そして絵を描いたら、それまでちょっと絵を描くのがめんどくさくなっちゃったって思ってたんですが、そんなことを思わないで絵をどんどん描くようになりました。まあコラージュも絵ですから、手法を変えて絵を描いていたっていうことですね。私はアクリル絵の具メインで絵を描いてるんですが、他にもいろんな画材を使って絵を描いています。最初に私は立体も作りたい、平面も作りたい、そんなことをお話ししたんですが、いろいろやりたいっていうのは多分私の性分で、まあ平面に絞ったとしても、まあある程度いろんな画材は使いたい性格なのかもしれません。
アーティストによってはその画材っていうのにこだわって水彩絵の具で絵を描く人、水彩絵の具だけで描くっていう人、そういう専門で描くっていう人ももちろん素晴らしいと思います。ただ違うタイプっていうだけで、私はいろいろ使いたくて、そんな自分自身が私は好きです。だからといって違うタイプのアーティストの方々を好きじゃないと言っているわけではありません。全ての人に当てはまるのかわからないんですが、何かを追求した時っていうのは人生がすごく短いんだと実感します。何かに打ち込んでいるとあっという間に時間が過ぎてしまうんですが、人生は短くもあれば結構長いもんでもあるんだなと今の私は思っています。20年前の私は今よりもアート表現がまだまだ未熟でしたし、もっともっと成長して頑張らなくちゃという気持ちがありました。その気持ちは今もあるんですが、その頃はもっとそういう成長が必要だったという意味です。なのでものすごく追求する時間が必要なように感じたんですが、何年かするっていうか、その時間は人それぞれだと思うんですけど、そのうち他のことをする余裕が出てきます。だから絵を描くこともするんだけど、なんか別のやりたいことも出てきたらそれもやってみるとか、まあ人にもよると思うんですけど、私の場合はいろいろやってみたいことがあったとしても夢中になれることっていうのはそんなたくさんないですから、まあ最終的にはずっと絵を描くんじゃないかと思っています。ただなんだかわからないですが、今やりたいと思うことがあればそのことに全力で打ち込めばいいんじゃないかと思います。そのことに全力で取り組むことができればとても充実すると思うし、その積み重ねが本当に充実した人生になるんじゃないかと思います。まあ20年前っていうか19年前なんですけど、他の動画でも私はこの頃のお話をよくします。長い間私は自分で満足した作品を完成することができませんでした。書いては直して書いては直してって感じで、それが自主的に書いた作品であればあるほど自分で満足することができませんでした。でもその頃、まあ旗から見るとちょっとしたことなのかもしれませんが、私にとっては多くのことを振り切ってアーティストとしてすごい急成長した時期でもありました。まあアーティストとしてのターニングポイントでした。私は今でもまだまだ未熟で、まだまだ成長していきたいと思っています。でもこの19年前に私は大きく成長できたと自分で思っているので、この頃の話を皆様に共有できたらと思っていつもお話をしています。アート作りにおいて技術とかテクニック、そういったものも必要である場合もあると思うんですが、それ以上に私は精神面というのがとても大切だと思っています。このチャンネルではアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っております。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。こんな作品が完成しました。タイトルは猫のグリムリーパーです。最初この絵をアールヌーボーみたいな美人画にしようと思ったんですが、私の美人画はあんまり人気がないんですよねで、なんとなく雰囲気でグリムリーパーにしたんですが、いくら私でも猫の骸骨の耳がこういう風になってないことは知っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、動画の感想などもコメントで教えていただけると今後の動画作りの励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。